棟梁、魔王の居城安土の地にいて織田豊臣の両勢力激突の模様。この機に乗じて乗り込みますか、棟梁。先代に続き魔王は我らに刺客を放った。もはや魔王は我らの銃弾で滅ぼすのみ。それが誓いだ。それに豊臣は我らへ契約を持ちかけている。見定めるには絶好の機会かもな。よー孫一、こんなところで会うなんて奇遇だね。それとも運命だい。二人はここで恋に、なんてね。刑事、このカラスめ。ごたくはいい。我らに用向きがあるのだろう。さすが孫一、鋭いね。そう、実は頼みがある。一人見定めてほしい男がこの地にいるんだ。言いたいことは分かった。だがこれだけの状況だ。時が惜しい。続きは戦場にて聞くとしよう。行くぞ。この国の強き息吹が二つ、いや三つ吹き込んだか。さあたぎれ魔王よ、覇王よ、今は名もなき絆の王よ。これほどの強者が一堂に会するなど、まるで白昼だ。そう思えばホテルが必要。違うかな魔の友よ。ふん、クジャクは世の将棋より降りてから物を言え。中ではすでに始まっておるか。出遅れたようだな。刑事、話してみろ。我らが見定めるべきものがこの地にいると。そうなんだ。ただこれがちょいとばかり面倒っていうか、まあ厄介なやつでさ。待って、そのこと、よもや魔王だなどと口走るつもりはないだろう。違う違う、言わない言わない。不安と騒ぎがあるならば、我らこそが無数の指よ。我が波動に立ちはだかる。この戦の勝者が天下に王手をかける。それは誰にも譲れない。やっぱ気のせいじゃなかった。木陰の奥にちらっと見えたあの青いの。ここまで来たらもう引き返せはしない。それがし徳川家康、東照の名のもとに参陣つかまつる。来たな絆の友、ぜひたどり着いてみせてくれ。究極に力を発揮してこそ勇者だ。友よ、将たれば格あれ。覇者であるゆえに覇王なり。魔王、帝、何する者ぞ。信長様の玉座を奪うなんて、ガキ者たち、才の帝は化け物だ。恐れ、恐怖こそが信長様の象徴なり。存分に戦うがいい。我を導け。期待しておるぞ。ははは。所詮が伊藤武か。じれたが末に遺産を求むるなど、地獄の行ないぞ。やはりその方も人の子だな。まるで我が子を眺めやる男親のごとくだ。徳川、あの裏切り者が。よりにもよって帝と魔王を追い詰めた今、この時に。うろたえるな。我が軍はこの場にて家康を迎える。我らを導け。うつけ二人の組合など好きにさせておけばよい。しかし帝か。
どうにも不思議な男よな。勝利に座し煽る限りは、そう、まるで乱丸のよう。信長公、秀吉殿、そしてまだ見ぬ最の帝、あなた方は紛れもなくこの日の本の英雄だった。第六天の恩情ぞ、物を左右へと招かんとす。かばねばかばね同士、互い抱いて眠るがよい。頭を垂れよ、速やかなる降伏もまた了承の証ぞ。豊臣の将たる者が不甲斐なし。お前は道を行く者か。世に咲かす風ほどの似合いもなし。それしきに危ぶむならば、物の器もそれまでぞ。命運尽きるまで死をたる。後悔はあるまい。顔つきが変わったな。いい気合だ。力なきは罪、罪深きは無力。みな、良いのか。友が好き勝手暴れておるぞ。皇軍に遅れは。よし、現状は許容範囲内か。思い知れ、この地が我らの足場となろう。弱気になるな。それがしよ、主を信じるのだ。力で勝った者には先へ進む権利がある。残念だったな。わしの目は冴えている。最下の棟梁か。どうだ、我との契約に応じる気になったか。まだ、まだ我らはお前を認めていない。わしは果たして彼らの器に並び立てるのか。くれてやる。今さら問うべきことでもなかったな。過去であろうと未来であろうと、我が拳で掴み砕けぬものなどなし。天地を使い、我が力に屈せよ。我が手に指を加えて見ているがいい。戦に生き、戦に散れ、それが命よ。戦場こそを住処とする。それが最下だ。我らは死を、苦痛を、何者をも恐れない。お前の波動が我らの道にふさわしいかどうか見定めるとしよう。貴様らが我を見定めるだと。志なき傭兵風情が図に乗るな。もとより我を、貴様らの鉄砲玉など必要ない。邪魔な存在ゆえ手元に置こうとしたまでよ。正直者は話が早くて助かる。では豊臣との交渉はこれにて決裂だね。相変わらず堅くなだな。いや、それは独りよがりってんだ。貴様こそ最下とつるんで物見遊山か。一国の主ながらのその打弱、見苦しいぞ刑事。秀吉、ここは我らの戦場だ。お前は出しゃばるな、刑事。たとえどんなに微力だろうと、俺だって豊臣の力だ。窮地にありてこそ熱く燃えよ。それすなわち生である。我が怒りの激しさを知れ。最下として生きることもできよう。この戦を生き延びれば。たかがカラスのくちばし一つ、いかに小突いたところで
我の波動がどうなるものぞ。わしは時をかけすぎた。その果てにようやく見つけた答えがこれだ。さあわしと結ぼう、たゆまぬ絆を。そちらの絆もまた強い。ならば長い戦となりそうだな。孫市、そうだ、お前に頼みがある。わしに徳川に雇われてくれないか。その返答はお前の生き様を見定めてからだ。わしとお前の絆を確かめる、そういうことだな。お前の言葉で言うならばな。わかった、わしはこの拳で全てを語ろう。目をそらさずしっかりと聞いてくれることを望む。いいだろう、我らもこの火力、持ちうる銃弾の全てを持って答えよう。だが一つ言葉で確かめたい。お前は本当に魔王を撃てるのか。ああ、撃てる。いや、撃たねばならない。今のわしならきっとできる。迷いながらも前へ進む。それがお前の生き様か。一歩たりとも引きはしない。背に負うものがある限り。重い拳、それに硬い。孫一、すまないが契約は改めて申し込ませてくれ。わしは今一度己を鍛え直さねばならないようだ。是非もなし。世の城を蝕む小虫どもが踏み潰してくれるわ。心見し者、まつし者、そのいずれもが過ちぞ。答え無のよ、そはおとっぎすをいかんとす。待ちわびたぞ、この時を。魔王織田信長。騒ぐな女、ラッパの目ガラスごときが何事かある。貴様に撃たれた先代最下孫一の無念の銃声、忘れたとは言わせない。対魔王にも引けを取らぬ戦の中で練られてきた我らの武具、傭兵術、その身で最下を知るがいい。是非もなし。女、よくぞ備えた、よくぞ抜かした。魔王、スカイ版からの伝言だ。お前の死は今完全にあると。スカイ版、あの薄めであるか。少子、世にとっての死が貴様であれば恐るるに足りぬわ。よっ、陸道輪廻を支配せし第六天魔王なるぞ。貴様が不滅だろうと、我らは銃弾を浴びせ続けるのみ。受けた弾の重みで立ち上がれぬほどにな。弾を惜しみはしない、それはおごりの始まりだ。滅せぬもののあるべきか。我らは誓いを果たした。どうした先代よ。
孫一、あんたの生き様しっかり見せてもらったよ。うん、ますますあんたに頼みたくなった。この先にいる男、あんたにとって契約に値するのか、その目で見定めてくれないか。頼む孫一。世が望むは人々が限ろう熱き時代、全てのものがさんさんと輝く生きた時代。さあ友よ、今こそ創世の時。おお、木筒の民とは、これは珍しい客を連れてきてくれたものだな、友よ。ああ、この人はきっとあんたの運命を変える女神になる。我らの八咫烏、我らをどこへ連れて行くのか。享楽の王か、お前の連れにふさわしいが、我らにこの男と契約しろというのか。ああ、手伝ってくれ。俺はこの男こそ日の元に必要だと心のどっかで感じてるんだ。困ったな、またその話か。今や世は王の座を捨てた一人の道楽者、買いかぶりが過ぎるぞ、友よ。孫一、俺は思うんだ。天心が言っていたように、あと一つ民への思いが重なれば、この男は王の中の王になる。その可能性を見定めろとお前は言うのか。友の戯れに付き合う必要はないぞ。それよりもその秘術、もっと近くで見せてくれ。天下創生を唱えるほどだ。将軍としての力は未だ流星、器もあるだろう。が、一人で生きてきたこの男のことだ。どこか不足は否めない。欲しい。せめてこの男に誠の友でもいればと思う。面白いな、その方の技は。世の知るあらゆる武具、あらゆる流派の立ち回りとも異なるぞ。この獣下をしのぐばかりか理解しようと。確かにこのカラスは翼が広い。世に勝てばその方の望みを叶えてやる。それは世の望みでもあるからな。これが八咫に次ぎゆく最下の技だ。行くぞ友よ。感じるぞ、天下を吹きすさぶ欲望の熱気。だがまだだ、これではまだ届かぬ。一押しだ、あと一押しで世に勝てるぞ。お前が我らを見るのではない、我らがお前を見定める。認めよう、お前の生き様を。契約成立だ。我らを使い創生とやらをなすがいい。だが忘れるな、お前が王としての道を誤るのであれば、その時こそ我らの銃弾はお前を貫き打ち砕く。まあ、あのカラスがいればその心配も無用だな。
乱世を駆け抜けた英雄、創世の道のり。新たな日の本は一人の英雄により築き上げられた。ほう、随分と気前がいいな。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。